この動画はディジキーの提供でお送りします。こんにちは。今日はリレーについての動画です。制御盤や電気機器の中で使う機械の非常に多いリレーについて、その構造と仕組みについて解説していきます。今回の動画はリレーの使い方というよりかはリレーの仕組みであったり動作原理について解説していく動画です。こんなリレーの模型も作ってみました。それでは解説を始める前に今日のスポンサーのディジキーの紹介です。どうぞ。いつもディジキーで部品を購入している法人の方に朗報です。適格請求書の発行が可能になりました。インボイス制度です。今までは部品を輸入していたわけですから輸入消費税とかの経理関係の手続きが面倒でした。今回インボイス制度に対応したことで社内の経理システムに合わせてディジキーを使えるようになったのではないかと思います。1点注意がありまして、配送方法によっては適格請求書が発行できない場合があります。配送オプションのところで UPS を選ぶと適格請求書を発行可能、 FedEx か DHL のどちらかを選ぶとこれまで通りの請求書です。会社でディジキーを使っている人は少し注意して注文してみてください。早速ですがリレーの原理を説明するための模型を作っていきます。というわけで実際に完成したものがこちらになります。まずこちらに電源があって、そしてリレーがあります。そこに負荷をつないでいきます。今回は電球です。回路にするとこんな感じです。電源があってリレー、そして負荷です。早速実験をしていくのですが、今回は微妙に電圧が高くて危ないので念のため絶縁手袋をします。こちらのスプーンをリレーの接点に見立てているわけですが、この接点を閉じると、はい、電球がつきました。接点を離すと電球は消えると、つまり接点が接触すると電気回路ができて電流が流れる、接点を離すと電気回路がオープンな状態になって電流は流れない、そういった状態になります。まずこれがリレーの接点部分についての仕組みです。このように接点であるスプーンを動かしてリレーが動作するわけですが、では実際このスプーンをどうやって動かす必要があるのか、そこが重要です。実際人間がこういうふうに手で動かすわけにもいきません。そんなわけでリレーにはもう一つ重要な部品があります。それは何かというとコイルを使った電磁石です。こんな感じで鉄芯にコイルを巻いてみました。このように電磁石に電流を流していないと全くくっつきませんが、電流を流すと非常に強力な電磁石になる。この電磁石による磁気吸引力を使って引っ張り上げるわけです。実際に試してみます。ここにコイルをちょうどいい位置で固定しました。接点の部分はこのように動きます。この線を電源につなぐとコイルに電流が流れます。はい、コイルに電流が流れるとこちらの接点がつながって、そして負荷に電流が流れます。もうちょっと詳しく見てみるとこのように動作します。実際のリレーの構造を見てみます。この部分がコイル、鉄芯が中に入っていることが分かります。そしてこの部分が接点です。こんな感じで銅板の先っぽに接点がついています。次はコイルに電流を流してみます。はい、そうするとコイルの磁気吸引力によって金属片が引き寄せられ、そして接点がつながるようになります。このようにコイルに電流を流している間だけ接点が移動して、そしてコイルに電流を流さないようにすると接点は元の位置に戻ります。リレーは機械と電気の組み合わせでできているわけですが、動作するときにやはりそれぞれの要素の特徴のようなものがあります。それを実際に見ていきます。まずはリレーの動作電圧です。リレーのコイルに電圧を加えていきます。ちなみに今回使うリレーコイルの定格電圧は 12V です。コイルに 12V の電圧を加えるとこの接点が閉じたりするわけですね。定格電圧より低い電圧を見てみるとどうなるのか、電圧をどんどん高くしていきます。6V、そして 7V、 定格電圧より低い電圧でリレーがオンしました。ちょうど 7V 付近で接点が、はい、オンします。さらに電圧を高くしていってもこの状態からは変わりません。
ちなみにリレーって結構消費電力多くて、定格電力加わっているとき、だいたい1ワット程度電力を消費しています。実際このコイル部分触ってみるとほんのり暖かくなっているんですね。このリレーのコイルに徐々に電圧を加えていって、そしてリレーが動作する電圧、これを動作電圧と呼びます。このリレーの場合はだいたい 7V 前後が動作電圧のようです。そして次、リレーをオフさせるためにコイルにかかる電圧をどんどん下げていきます。はい、下げていって動作電圧より低くしましたが、リレーはオフしません。オンのままです。さらに電圧を下げていきます。お、なかなかオフしませんね。はい、でどん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 下げていって、今リレーがオフしました。だいたい 2V くらいでリレーがオフするようになっています。動作電圧からどんどん下げていってもオフしないで、はい、およそ 2V 程度でリレーはオフしました。これをリレーの復帰電圧と呼びます。コイルに加えた電圧を減少させていき、リレーが初期の状態に戻る電圧のことです。このリレーの場合、おおよそ 2V 程度が復帰電圧のようです。このようにリレーの動作電圧と復帰電圧はヒステリシスの特性があります。なぜリレーの動作電圧は高くなって復帰電圧の方が低くなるのか、これは電磁石の磁気吸引力と磁束密度が関係しています。こちらに今回使ったリレーと同じ中身を書いてみました。リレーの中をよく見てみると、コイルの中に鉄芯が通っていて、そしてさらに鉄芯が伸びたような形になっています。ここにさらに鉄芯がありますが、この鉄芯はこのようにカチカチカチというふうに動くようになっています。上の部分にバネがついていて、その力を調整しています。そして可動鉄芯の先端部分には接点がついています。コイルに電流を流して可動鉄芯がカチッと倒れると、この接点がつながるようになります。電磁石による磁気吸引力はざっくりとですが磁束密度の2乗に比例します。ちょうどこの部分の磁束密度です。コイルに電流を流すと、このギャップ部分の磁束密度が高くなっていきます。ちなみにコイルに流す電流と磁束密度は比例関係にあります。リレーに加える電圧が動作電圧より高くなると、こちらにあるバネの力より磁気吸引力の方が高くなって、可動鉄片がカチッというふうにコイルに引き寄せられるわけです。可動鉄芯が引き寄せられることによって、この部分に結合の強い磁気回路ができます。それに加えて、先ほどまで空気のギャップがあったこの部分が密着することによって、この部分の磁束密度は非常に高くなります。磁気吸引力は磁束の2乗に比例するわけですから、その分強力にくっつくわけです。ここでコイルに流す電流を減らしていくと、こちらの接触部分の磁束密度はギャップがあった時と比べてそれほど小さくなりません。なので少ない電流でもくっついた状態を維持できるわけです。これがリレーの復帰電圧が動作電圧より低くなる理由です。次はリレーの動作時間を見ていきます。コイルに電圧を加えて始めてからリレーがオンするまでの時間です。実際にやってみるとこんな感じです。ほとんど分かりませんね。コイルに電流を流して可動鉄芯を磁気吸引力で引きつけると説明がありましたが、そのコイルに流れる電流というのはいきなり立ち上がるわけではありません。 RL 直列回路のような電流の立ち上がりをします。可動鉄芯を引き寄せるのに十分な力が出るまでに時間がかかるわけです。さらに可動鉄芯は動く必要があるので、その移動にもさらに時間がかかります。なので電流が流れ始めて磁気吸引力で引き寄せられて最終的に接触する時間、それがリレーの動作時間です。実際にオシロスコープで見てみます。いきます。これですね。上の波形はコイルに加わる電圧、下の波形は負荷に加わる電圧です。ちょうどこの時点でコイルに電圧をかけました。それからしばらく時間が経ってから負荷に電圧がかかり始めています。12ミリ秒程度の動作時間があります。 50Hz の電源周期にするとだいたい半周期分くらい遅れるわけですね。ちなみにリレーがオフするときも時間がかかります。コイルに加わる電圧を 0V にしてもコイルには電流が流れ続けるので、接点はなかなか離れてくれません。これを復帰時間と呼びます。ここからここまでの時間です。ちなみにコイルに加える電圧の大きさによって動作時間は大幅に変わります。例えば動作電圧の 7V より 1V 高い 8V 加えてみます。このような波形になりました。だいたい30ミリ秒くらいかかっています。電圧を少し高くして 9V にしてみます。そうすると、はい、
動作時間非常に短くなりました。そして最後、低角電圧ですので、リレーは低角電圧のところで使うとちょうど良い特性が得られます。でですね、過度に電圧を高くしてしまうとこんな感じでリレーのコイルが燃えてしまうので注意が必要です。次はリレーのバウンスについて見ていきます。これで見るとちょっと分かりにくいので別のモデルを使います。接点は2つとも金属ですから、金属同士が衝突すると反発して間欠的に接触したり接触していなかったり、そういったことが発生します。実際にやってみます。この2つが接点だとします。このように1回目の接触の後に反発して少しスプーンが浮き上がります。その後また接触して少し浮き上がって接触してを繰り返していきます。これと同じことがリレーの接点でも起きています。実際にリレーをオンにするとこのようになります。上がリレーのコイル電圧、下がリレーにつながっている負荷の電圧です。ちょうどこの部分がバウンスです。拡大してみると電圧がなかなか安定していませんね。これは接点がついたり離れたりするためです。このバウンスですが、つながっている先の回路によっては誤動作の原因になることもあるので要注意です。ちなみに今回使ったのはメカニカルリレーですが、ソリッドステートリレーなんていうのもあります。ソリッドステートリレーはリレーの接点の代わりに半導体を使っています。なので原理的にバウンスは発生しません。ちなみにコイルもないです。そして次に見ていくのがコイルのサージ電圧です。これはリレーのコイル部分の回路です。ここのスイッチを閉じるとコイルに電流が流れてリレーがオンします。で、逆にリレーをオフさせるために電流を遮断する必要があるのですが、この時にリレーのコイルに逆起電力が発生します。これが結構問題になってきます。実際にどれくらいのサージ電圧が出てくるのかを見てみます。コイル電流を一気にゼロにすると、はい、ちょっと分かりにくいですね。こんな感じで一瞬だけものすごい電圧が出ているのが分かりますでしょうか。もうちょっと詳しく見てみます。こんな感じでですね、振幅が振り切って逆起電力が出てきています。相当高い電圧が出ていますね。軸を1マス 100V に調整するとちょうどいい感じに収まります。実際逆起電力はどのくらい出ているかというと 300V くらい出てきています。相当高い電圧です。先ほどの実験のように非常に高い逆起電力が出ていたわけですが、例えばここの部分を MOSFET で駆動するとしましょう。そうするとこの MOSFET をターンオフした時にこの両端に過大な電圧が加わって MOSFET が壊れてしまいます。なのでこういった周辺の部品を過電圧から保護するために、こちらのコイルと逆並列にダイオードをつけます。そうするとコイルに流れている電流はここを循環しますので、非常に大きな逆起電力は発生しなくなります。リレーではこのようにコイルで発生するサージ電圧から周辺の回路を守るための保護回路が必ず使われます。ダイオードをコイルと逆並列に接続しました。はい、このようにダイオードを逆並列接続したことによってコイルのサージ電圧は発生しなくなりました。リレーのコイルサージを減らすためにいろいろな保護回路が使われます。左の2つはコイル電圧が直流の場合、右の2つはコイル電圧が交流の場合です。今回は紹介しませんでしたが、コイル電圧が交流のリレーもあります。こちらはダイオードを逆並列接続する場合です。ただこの回路方式ですといつまでも電流がこの経路で流れてしまいますので、復帰時間が長くなる傾向にあります。復帰時間が長くなりすぎる場合はこのようにダイオードとゼナーダイオードを使う場合もあります。ちなみにこの2つはコイル電圧が交流の場合には使えません。ダイオードが壊れてしまいます。コイル電圧が交流の場合はこちらの回路を使えば OK です。ちなみに右2つの回路はコイル電圧が直流の場合にも使えます。この部分に CR の直列回路を入れてサージ電圧を減衰させていく、そういったやり方です。これまではリレーのコイル側について話してきましたが、少し主回路側についても話します。主回路側については低角電流と低角電圧を回らないと接点が溶着したりアークが発生したりします。例えば低角電流を大幅にオーバーした状態でやってみます。このようにリレーの接点を近づけていくと、はい、わかりましたか。このように接点が溶着してしまいます。溶着しているのでバネの力ではもう剥がすことはできません。
こういうふうにグリグリってやると剥がれるようになります。もう一度やってみます。溶着しました。また底核電圧を超えている状態で接点を切り離そうとするとアークが発生します。アークが発生するとアークで回路がつながっているような状態になってしまいます。接点を閉じるときや開くときに火花やアークが飛ぶので接点の寿命も短くなってしまいます。こういったアークや火花を何百回何千回と繰り返してしまうと接点が炭化したりボツボツになって接触が安定しなくなったりします。ちょうどこちらのスプーンの接点がそうです。リレーの負荷につながる接点部分にもやはり保護回路は使われます。接続されている負荷が誘導性負荷だった場合リレーをオフにするとやはりサージ電圧が発生します。それが原因でアークが飛んだりするので RC 直列回路をリレーの接点と並列に接続したりまたは負荷と並列に接続したりします。あとは全波整流回路にこういったリレーを使うこともあります。例えばここの抵抗がない場合を考えてみます。リレーをオンの状態にすると電源電圧とキャパシタが直結されることになりますのでリレーの接点が溶着してしまいます。なのでここに並列に抵抗を入れておいてキャパシタの初期充電が完了したらリレーをオンにしてここを直結するというやり方があります。これもやはりリレーの接点を守るためにこういった回路が使われます。というわけでリレーの動作原理について解説してきました。リレーはコイル部分で電気的な信号を機械的な動きに変換します。それによって接点を開閉させるという電子部品です。可動部分があるので無駄時間があったりするのがリレーの特徴です。そういった問題点を解消するためにソリッドステートリレーなんてものもあります。皆さんもぜひリレーをいろいろと使ってみてください。それではもしこの動画が役に立ちましたらコメント高評価チャンネル登録よろしくお願いします。イチケンの公式 LINE もやっています。イチケンが販売している商品のセール情報などもそこで配信しています。ぜひ友達になってもらえると嬉しいです。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。動画の最後になりますが、イチケンチャンネルを企業の PR に活用するのはいかがでしょうか。イチケンでは製品の宣伝、工場見学、アウトリーチ活動、人材採用への活用など幅広く対応いたします。これ以外にもお気軽にお問い合わせください。動画を作成すればその後は再生され続けて動画が代わりに営業してくれます。やるなら早くをお勧めします。実績や詳細は概要欄にあるメールアドレス、ホームページからご連絡ください。それではご連絡お待ちしております。イチケンが作ったブレッドボード基板や配線済み LED 製品などの電子工作グッズを販売中です。詳しくは概要欄から。